皆さん日本料理は好きでしょうか？どんな種類の日本料理が好きでしょうか？私にとって牛丼が大好物で、いつも久しぶりの日本旅行をするときは、本当は温泉に直行したいのに、牛丼屋さんの前で立ち止まってしまうのです。日本はもちろん、イギリスにいるときでもいろいろな種類の和食が食べれます。でもそれはある程度仕事のおかげです。なぜなら3年間営業マンとしてイギリスにある和食卸業者に勤務しておりますから、他の料理と比較的に和食を食べるときの方が多いかもしれません。日本人にとって母国の料理はかけがえのない喜びだと言っても決して過言ではないと思いますが、最近イギリスでも健康的な食生活のブームに乗ってますます人気を博しているところです。でも日本人じゃない方は日本料理に対してどう思うでしょうか？2009年、イギリスのタイムズ紙がその質問について調査を行いました。調査の結果、ほとんどのイギリス人は日本料理というと寿司しか思い浮かばないというショッキングなことが判明したそうです。ただのアンケート調査に過ぎないので、信憑性が高いとは言い切れませんが、営業活動でレストランを回っているうちに自分の目で確かめました。その話を説明させていただきたいと思います。ある時、お店の人と話している最中に、アメリカ人の観光客の2人が入ってきて、Do you have any sashimi? と聞きました。もちろん、店の日本人のシェフを含めて、お店のスタッフはみんな面食らってしまいました。それは別に驚くはずはないと思います。なぜかというと、そのお店は焼き鳥屋でしたから。仕事の担当は営業ですが、単なる販売にとどまらず、3年間の間、多様性的な幅広い業務に及びます。例えば、その中には、新しいビジネスを開拓することをはじめ、お客様の担当や接客、メーカーの営業マンとの同行で営業することも含まれてますが、営業に関係ない雑務も日常的に頼まれることが多いです。ですから、3年間の間、いろいろな専門知識を身につけることができました。でもやはり、一般のイギリス人はその専門知識は持ってないでしょうか。ですから、いろんな誤解を持っていると思います。例えば、寿司は魚のことで、米がなくても寿司だと呼んでもいいということです。それは大きな間違いでしょうか。魚だけじゃなくて、米自体はお寿司。それと、私、酒と焼酎にすごい興味ありますが、焼酎の飲み方、また酒の飲み方はわからない人が多くて、よく温めて飲まなきゃならないと思っている人は多いです。本体の例を挙げると、その一方、最近西洋でも酒の人気がますます流行ってきていることがあるから、平均の売り上げはこれから年々に 20% の増収が見込まれていても、今こそそういう思い違いが、こんかないように、教育が何よりも肝心だと思います。その誤解を解けるためには、その教会をする仕事は私の仕事だと思っています。海外で和食として販売されている料理の品質や、信頼性を懸念する声において、2010年は日本の政府は2013年までに1兆円の輸出のターゲットを発表しました。イギリスでも需要が絶対ありますから、GARO という新しい組織がいろんな計画を今立っていっています。少しその計画を見た後で自分のアイディアも、自分の計画も立っておいていきました。まず、海外の現地組織設立支援に関する事業。2番目は、その、機関紙の発行及び調理技術
工場のための教材などの作成に関する事業、つまりそのシェフの研修、ちゃんと日本からシェフを連れてきて、こっちの寿司シェフにちゃんと寿司の作り方を教えることです。こっちの寿司シェフはみんなもちろん得意だと思いますが、大きな間違いが多いので、ちゃんと日本の寿司の作り方を教えた方がいいと思います。例えばいわゆる料理の仕立てがあるでしょうか。それを教えたらいいと思います。寿司は必ず、寿司のシェフはみんな寿司の作り方はもちろん、寿司のに使う魚の、ことは3年間ぐらい勉強することが分かりました。だから作り方は1週間だけで、その残りは全部その魚の保存する仕方についての勉強するらしいです。まあその JRO の計画は素晴らしいと思いますが、失敗作だと思います。それはなぜかというと、少し全部日本側の計画で、現場のことはちゃんと見ないと、また現地のエキスパートは雇わないと果たせない、実現できない計画だと思います。まあつまりちょっと PR が足りないかもしれません。いい例がありますけど、日本ではよくロボットを作ることがあるでしょうか。で、イギリスでは絶対ロボットの、発展とかはやってないので、みんなは分からないでしょうか。このロボットは何でいいロボットなのか、何ができますか、ちょっと分からないので、ちゃんと PR はしないとできないと思います。で、まあ、日本料理には同じことはできると思います。例えば、なんでこの食材がいいのか、なんでこの食材よりもこの食材を使った方がいいのか、それをちゃんと研修しなきゃならないと思います。まあ、それはできると思いますけど、 PR というのはやはりイギリスで日本料理のイベントをすることとか、今ヘストン・ブルーマンタルとか他のイギリスシェフは今うまみにすごい興味ありますから、そのシェフも誘ってちゃんとそのイベントでうまみのことをイギリス人に説明する必要があると思います。絶対それやってるうちに、絶対イギリス人も日本料理の素晴らしさは分かると思います。すいません、ご清聴ありがとうございました。日本料理は寿司だけじゃなくて他にもあるという、はい、何があると思います。まあ、牛丼も言いましたがいろんなありますよね。本当にその、和食卸業者で働いているうちに、前は絶対分からなかったたくさんの食材は今専門知識を持ってますから、例えば登坂海苔は多分一般の日本人も分からないと思いますよね。登坂海苔は何ですかとか。何ですか。登坂海苔はですね、黄金海苔の一種で、登坂はただのブランドの名前ですけど、あるなんか日本のあるところの海の近くに取りますから、はい、営業をしてらっしゃって、はい、例えばこれから寿司以外に何、はい、か料理を売り込みたいとか、牛丼以外に何がありますか。私ね、まあ、牛丼をプッシュしたいと思いますが、これからですね、なんか串焼きとか日本の専門店をこっちに来て、まあ、来たら成功できると思いますね。いろんな専門店、ラーメン屋さんとか、はい、ニンニクだけの料理を出してる日本料理屋さんは面白いでしょうか。想像できますか。もうできると思いますけど。お客さん来ると思います。はい、行きます。来ると思います。はい、今ロンドンだけで日本レストランが何軒あるんですかね。もう300から600軒ぐらいですね。3年間の間すごいもう増えてきました。そのうち日本人がやってるのは何軒ぐらいあるんですか。日本人が、経営で経営してるレストランは多分その 50% ぐらいだと思います。半分ぐらいありますかね。ちょっと分かんないんですけどまあでもたまにですね、日本人の経営だと思ったら間違えて、実は日本人じゃないオーナーの経営で、結構なんかうまく、日本料理屋さんをなんか経営してる人は多いですよ。はい、なんか日本人じゃなくても素晴らしい日本レストランはロンドンにももちろんあります。クリスさんは、はい、日本料理の材料を
売ってるわけですよね、はい、そうですね、はい、と相手はやっぱり日本料理店、日本和食レストランはいということですか。あ、いやだけじゃなくて、あの日本食レストランじゃない、いわゆるフュージョンレストラン、なんかフランス料理と日本料理を混ぜ、なんかちょっと混ぜた料理もあの担当してますから、正直言ってですね、今のところフュージョンレストランの方が多いと思います。あの例えばズーマとかロッカとか、そういう高級のレストランはあの絶対フランス料理かなんか他のヨーロッパの料理はあの混ぜているので、はい、儲かりますか。分かりません。今は結構厳しいですね。あのもうこの業界は全部日本円にあの頼ります。で今為替はネポンドに対して円の方が強いので、 あとその、差をお客様に反映することはできないので、その代わりに他の国からもっと安い食材を取ることになります。今例を挙げたら、今使っているお米は日本のお米じゃなくて、イタリアのお米です。美味しいですけど、で、あの、なんで美味しいかというと、イタリアで日本で使っている、精米機械とその担保で作ってます。日本人とあの同じ作り方をしてますけど、はい、まあ、日本の米ではないと認めざるを得ます。でも日本のやり方でイタリアで作ってるということですね。はい、でもこっちの、寿司シェフ日本人を含めてあの、ね、あの技術を持ってる日本人でもその米は気に入りましたの で、はい、である意味ではしょうがないので、あの日本の米を取るのは高すぎるですね。あのさっき JRA の JRO の話で、はい、そうですね、あの、はい、ちょっと難しいんじゃないかっていう現地の人の、はい、いい計画だと思います。いい計画だけど現地のエキスパートやらないと難しいかもしれないっていう話でしたけども、はい、そうですね、はい、あの富士さんが考えてこれからやっぱり日本食っていうのはどんどん発展していくと思いますか。あ、もうもちろんそうです。あの他のお料理よりも日本料理の方があの繁盛すると思いますけど、やっぱりその計画をちゃんと現場で誰かその計画を果たすために名乗り出ないと実現できないと思います。誰がその計画、多分私の会社で他の会社もあのちょっとね勝手にあの何ていうかあの名乗り出てるんですけれども、いやでもみんな頑張ってできると思いますよね。あのでも絶対現地のエキスパート、たまに日本からあの他のサプライヤーの人が来て宣伝するけど、やっぱりこっちのビジネススタイルはちょっとわからないということで、あのよく失敗します。あのこっちに来てこの米が良かったと聞いたらまた日本に戻って、みんな頑張ったなと、なんかあのおめでとうございますとか、そういうところで実は失敗してるって、誰も興味ない、誰も買ってくれないっていう、はい、ことになりますから。でもなんか将来有望みたいですね。クリスさん自身も。私も頑張りたいと思います。あの最近日本酒と焼酎にあの役職はちょっと変わりました。いわゆる専門営業マンになりましたから、先ほど日本酒の方に、日本酒の焼酎の方にあの頑張りたいと思いますけど、まあ、同じ、考え方ですね。同じこと、PR はしないとダメだと思います。わかりました。どうもありがとうございました。すみません。ありがとうございました。